はい、若旅旅用です。今日はね、コストコのね、食べ物、これまあ、いわゆるシリアルですね。シリアルだけど、ここにケトって書いてますね。ケト、ケトはね、ケトン体のケトで、ケトジニックダイエット、いわゆるあの厳しい方の糖質制限ですね。1日多分 10g 以下、1食につき糖質が 10g 以下のものを大体ケトジェニックダイエットって言いますね。一般的に言う糖質制限で、一番厳しいものでも1食につき 20g 程度の糖質はいいですよっていう話になってるんですけど、ケトだともうちょっと厳しくなりますね。中性脂肪が分解して最終的にケトン体っていうものに変わって、脳みそや運動のためのエネルギーになると。まあ、糖質をですね、抑えることによって、この中性脂肪が分解してエネルギーに変わるよっていうものですね。それがケトン体のケトですね。で、私もですね、十数年前に健康診断で糖尿病ですよ、検査してくださいよって言われてからですね、しばらくは糖質制限してですね、血糖値が下がって、もうお医者さんに言ったけど、まあいいですよ、まあ様子見で注意して生活してくださいっていうことで、以来ですね、糖尿病の気はないということになってます。まあ、それで暮らしてるんですけども、冬になるとどうしてもお付き合いとか、まあ、こう脂肪の多い食事が増えてくるので、どうしても増えるんですけど、 3-4kg で、正月終わってからまた春先まで4月までですね、糖質制限をして体重を落とすっていう生活がここ十数年続いてます。それでね、このケトン体の、まあ、ケト食ですね、ケトン体に秀でてますよ、ケトジニックダイエットに秀でてますよっていう歌い文句のシリアルがあったから買ってみました。それがね、1ヶ月前ぐらいで、値段がねちょっと高かったですね。1900円かな、1700円かな、500g ちょっと入ってて、そのお値段はちょっと高いんですけども、お昼に高めのランチを食べたなったらその値段になるのでですね、試しに買ってみました。ところですね、この間行ったらなんとね、477円に値下げされてました。大出血ですね。見たらね、もう賞味期限が間近に直近に控えてるから、まあ安くしましたよということなんですよね。それでまた追加で買ってみました。これね、実は何が素晴らしいっていうとね、美味しいんですよ。これシナモンのね香りと甘ったるい香りがしてね、すごくねいい香りするんです。でかつですね、口に含んだ時はものすごく美味しいんですよ。うちの女房もですね、別に糖質制限しないんですけども、美味しいってね食べてくれていますね。ですごいのはですね、これ半分が、重さの半分がですね、タンパク質だってことですね。で半分が炭水化物であるということ。で炭水化物が半分、約半分入ってるんですけども、見るとまあ1食分っていうか、1食分には足んないんですけどね、これ表示されてるのは36g で、ね、熱量が、まあ、カロリーが110キロカロリー、タンパク質のね、炭水化物が、ね、ほぼ半分半分なんですよね。で、しかもその炭水化物の内容がですね、あの、食物繊維で甘みを出してのステビアとですね、ラカント、ラカンカって書いてあるかな、これは。ラカンカですね。ステビアとラカンカはですね、血糖値が上がりにくいという言われている甘味料なんですよね。なのでね、買って食べてます。一番は美味しいという。で、二番目はですね、こう、ファイバー、食物繊維、お通じがものすごく良くなってますということで。まあ、お近くにコストコのある方は行ってみるとね、まだ値引き価格で安くなってるかもしれません。賞味期限が迫ってますけども、賞味期限だからね、食べられない時間ではないので、試しに買ってみるといいと思います。美味しかったです。じゃあね、ここまで言ったからにはね、口開けてね食べてみましょう。ではね、入れてみましょうね。これでね、50g ぐらいあると思います。
おお、こぼれた。しっかりしたね、硬いですね。シリアルにしては硬い。硬いけどね、美味しいですよ。ちょっと昔なんかこういうの駄菓子であったような気がするね。なんかトーストみたいな形で駄菓子であったような気もしますが、このまま食べても美味しいです。女房はね、牛乳にかけて食べますけど、牛乳をかけて食べますけど、私はね、ちょっと牛乳に弱いんで、このまま食べてます。これでね、表示されてる1食分の 1.5 倍か6倍か7倍ぐらいあるんですけど、カロリーは少ないですからね。倍食べたとしたって 220g、220kcalだから、全然大したことないです。というわけでシリアルの紹介をさせていただきました。本当これ美味しいです。いいと思います。以上、若旅旅男でした。